皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、1987年公開の、リーサルウェポン。現代、リーサルウェポン。監督はリチャード・ドナー。脚本はシェーン・ブラック。主な出演は、メル・ギブソン、ダニー・グローバー、ゲイリー・ビジー、など。高層アパートから若い女性が飛び降り自殺する。コンビを組んだばかりの、妻が死んでから自殺願望のあるリックスと、良き家庭人のマータフが捜査に当たる。女性の死が殺人であると見抜いた二人は、事件の鍵がベトナムにあると確信する。というストーリー。ド派手なアクションとコメディの絶妙な組み合わせで、その後のバディコップ映画を再定義したシリーズ第一作。なんといってもメインのメル・ギブソンと、ダニー・グローバーの相性の良さが最高。ベトナム戦争の影が感じられるなど、続編作品と比べると暗いトーンとなっていて、特にリックスはベトナム戦争帰りであることや自殺願望が強いなど、心の闇を持っている。格闘シーンが単なる殴り合いではなく、カポエラやブラジリアン柔術を採用するなど、後のアクション映画に影響を与えた。ということで、評価は。サムサー。